サンマイケロシストムズエグゼクティブブリーフィングセンターに展示されているサンモジュラーデータセンターサンモジュラーデータセンターは20フィートの ISO コンテナにインターネットデータセンター設備を詰め込んだサンマイクロシステムズの製品。コード名はプロジェクトブラックバックス。最近データセンターの需要が爆発的に高まっているがデータセンター施設そのものの建設が追いつかないのでならば データセンターを丸ごと用意してしまおうというのが本製品のコンセプトかつ開発動機である電力供給が安定しない発展途上国に設置したり軍用や石油採掘現場などのデータセンターを速やかに展開用が済んだら即撤去したいという需要に対応できる一流のラックマウントサーバーを200台以上設置可能で コンテナ1台あたり2 0 0ットまでの電力供給が可能という、その名の通り黒いコンテナであるが、筐体そのものは、ただのコンテナなので、塗装次第で何色にもできる。あらかじめ設置場所に必要なのは、コンテナが置ける場所と電気と3本のイーサネットコネクタと水冷用の水。第1号製品は SLAC へ納品されている。2007年11月14日には、3、IIJ。 ベリングポイント他12団体が共同で 3MD を地下港後に大量設置する指定空間トラステッドエコデータセンタープロジェクトを発足させた地下100メートルに設置することで耐震性に優れかつ偵察衛星に発見されにくくなるなどの機密の保持がやりやすくなるメリットがある当該施設は2010年4月に稼働予定また1000人の合弁会社の設置が予定されている 日本政府も全面バックアップしており、国土交通省、経済産業省、総務省、そして環境省が本プロジェクトにアドバイザリーメンバーとして加わっている。そして2008年1月29日に正式性、悲鳴、サンモジュラーダータセンター S20 を付与、正式提供を開始すると発表した。値段は55万9千ドルから、同時に統合支援サービスとして、 サンモジュラーダタセンタースイートオブサービスの提供を行うことを合わせて発表。日本では2008年10月1日から販売開始。日本版は日本の防火規制に対応するための日本独自仕様が盛り込まれていて、値段は防火設備込みで9865万8000円から奥行きが大きいラックマウントサーバーに対応した D2 例も同時に発売開始。 また、統合支援サービスが自社もの,の他にも、ビルメンテ会社や日本通運などとの共同でのサービスも用意された。2007年に1年かけて、宣伝目的でアメリカ、欧州、そしてアジア各地を大型トレーラーに引っ張られて旅をした。2007年11月12日から14日にかけて東京プリンスホテルにて日本初お目見えイベントが実施された。 ありがとうございます。